皆さんいつもご覧いただきありがとうございます。本年の、目標として、一曲一曲の曲を、丁寧に、弾けるようになるのが目標です。で、今年初めて、練習する曲はマヤゴアブシを、丁寧に、弾けるようになりたいと思うので、それを、やっていきたいかなと思ってます。尺の位置なんですけども、普通の尺ではなくて尺と尺の間の方の尺なんですけども、いい加減に、弾いてましたので、今日は、その尺を気をつけながら、2番までちょっとゆっくりめにまずは練習していきたいかと思います。本調子の、これは八重山民謡です。こんな感じで、一つ一つのところを、気をつけながら、今年はね、じっくり、ちゃんとした訓練に沿って、練習をしていきたいかと思います。今日は、ご覧いただきありがとうございます。本年もよろしくお願いいたします。